ブガッティ T43 ブガッティは、1909年、イタリア出身の自動車技術者、エット・オーレ・ブガッティがアルザスに設立した自動車会社。1940年代初頭まで、主に高性能スポーツカーや、レースカーを製造していた。1987年、イタリアの実業家、ロマーノ・アルティオーリがモデナに設立した自動車会社。スーパーカー、e b を発売した後、 1995年に経営破綻した。1998年、ドイツのホルクスワーゲン AG が1の創業地アルザスに設立した自動車会社。現在までブガッティのブランドで自動車の製造、販売を行っている。ブガッティオトモビルを参照。およびそれらが使用している自動車ブランドである。本校では1および2について解説する。 ブガッティ T43 のエンジンルームと8気筒エンジン。エ冬ドーレ・ブガッティの美意識にのっとり、当時のブガッティエンジンは通常ではありえないような、脳型体ら状の外観に仕立てられていたタイプ35ブガッティの創始者。エ冬ドーレ・ブガッティは1881年、イタリア・ミラノの芸術家一族の家に生まれた。若くして多くの自動車のエンジンの設計に携わり、 さらには1909年自動車会社を設立、自ら自動車の設計を始めるようになり、高級クラスの市販車とグランプリレースで活躍し、知名度を上げた。その後イタリアから当時ドイツ領であったアルザス地方のモルスハイムに移った。エットーレは多くのエンジンを設計し、レースではフランスグランプリでの勝利に始まり、第1回、2回、 三回モナコグランプリでの三年連続優勝、パルガフローリオでの優勝などの成績を残した。その後、自動車生産と並行して、機動車、飛行機の設計を行ったが、商業的に成功しなかった。1939年、エットーレの息子、ジャンブガッティが、レースカーのテスト中に、事故し、会社の業績も、下向きとなった。さらに、第二次世界大戦で、 モールスハイムの工場は破壊され、越冬レブガッティは1947年に破壊した。その後は、ルバロワ工場で飛行機用エンジンを細々と生産し、フランスの製造業者イスパノスイザに納入していたが、1963年に同社に吸収され、さらに1968年にスネクマに吸収され、現在は、 サフラングループ参加のメッサーブガッティとして飛行機のブレーキホイールを作成している。有名なモデルとしては、タイプ35、タイプ41ロワイヤル、タイプ57クーペアトランティーク、タイプ55などがある。EB110GTSS1987 年、イタリア人実業家ロマーノ・アルティオーリが、ブガッティの商標を手に入れ、イタリアのモデナに、ブガッティアウトモビリを設立。 1989年、ついにその復活プランが発表され、1991年には EB110GT を発表。1993年には EB112 と呼ばれるセダン型のプロトタイプも発表。当時日本で輸入元に選ばれたのは、ニコルレーシングジャパンで、元レーシングドライバーの式場総吉が、ブガッティの公式アドバイザーとなった。 EB110 は 3500ccv 型12、気筒エンジンにクワットをまた3 5 0キロのスピードを出すことができれら1 0 0キロ加速は3.5秒という数値であるまた、石川島リマ重工業製ターボチャージャーを装備し、ドライブトレインをフルタイム 4WD としたスーパー,アーカーであった。当初マルチェロガンディニによるデザインでプロトタイプが製作されていたが、 発表された生産型は自社によるデザインであった。また EB110 にはジュージアーロによるデザイン。ジュージアーロは後に3台のコンセプトカーのデザインも行っている。アルティオーリは1993年にロータスをゼネラルモーターズから買収するなど課題な投資のために財政が破綻1995年に倒産した。それに伴い e b 百十の生産も 終了、総生産台数は154台であった。その後、ブガッティの技術者たちは、パガーニアウトモビリを設立。1999年にパガーニゾンダを発売している。1998年に、ブガッティアウトモビリ SPA から、フォルクスワーゲン AG が商標権を買い上げ、ブガッティオトモビリを設立。フランスのアルザスに本社を置いた。 フランス東部のミュルーズにある国立自動車博物館では世界最大規模である約100台以上のブガッティを収蔵している。これらは当初この地で繊維工場を営んでいたシュルンプ兄弟の私的なコレクションとして1960年代以降に収集されたものである。1977年繊維産業の不況に伴う従業員解雇に橋を 発する工場労働者の暴動が起こりシュルンプはスイスに逃亡、コレクションは労働組合の手に渡った。その後1981年、フランスの国営団体に譲渡されて、現在に至っている。名車列伝部は TB110GAZOO.com による解説と、諸言表ヒストリー、ムーゼイ、ナショナルデール、オートモビルデミュルーズフランス国立自動車博物館。 ありがとうございます。